おはようございます。テクニカルアナの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきます。よろしくお願いいたします。今日は4月の28日の木曜日です。お題はこちら。 暴落後なのにナスタック安値更新、恐怖指数が見ているものということで話をさせていただきたいなと思います。暴落翌日なのにナスタックマイナスだったんですよね。これちょっと厳しいなというふうに思うんですけども、ビックス指数、恐怖指数から見るとですね、市場の関心っていうのはやっぱここなんだろうなっていうところを改めて共有だけさせてください。で、今日は週足の一目均衡表でちょっと重要な長期的な節目についても話をさせていただければと思います。ということで、このチャンネルではこういった形で最新状況を取り上げた上でのチャート分析必ず毎朝7時も 目標で交渉していきます皆さんと一緒に株を考えていくチャンネル明日もやりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは早速昨日の日本株の終値から振り返りをしておきましょう3指数揃っての下落となっております日経平均株価1.17%トピックス0.94%マザーズ1.54%の下落日経平均値下がり銘柄数も多いですが前日のアメリカの値下がりから考えますとだいぶ底堅いそして5番にかけては少し戻して終わっているということになりますで強かったのが、ね、朝日とかねこの辺ちょっと ビール値上げしたりとかね。あと日本優先、海運株にね、ちょっと上昇が見られたといったところでございます。コロナの新規感染者数確認しておきます。おとといが4万500人、昨日が4万6000人、あれれ、なかなか減らないなといった感じです。アメリカ見ておきます。高安、まちまちです。ほぼ横ばい圏ですね。ニューヨークダウが0.19%、ナスダック0.01%のマイナス、S&P0.21%、昨日あれだけ下げた反発というのを期待したいところではあったんですが、残念ながらね、えー、反発とまではいかないかなといった感じですね。 ニューヨークダウのヒートパップ見ていただくと、決算で結構明暗が分かれているといった感じです。マイクロソフトやビザ上がってますが、ボーイングが大きく下げていたりとか、えー、ナスタック100のヒートパップ見ていただいても、グーグルがめちゃくちゃ下げてたりとかね、えー、してますね。で、ここでメタが下がってるんですけども、時間外ではメタが上がってますので、この辺も本当に難しいところかなと、決算結果しっかりと見ていきましょう。為替コモディティ確認しておきます。今朝の日経先物ですが、ほぼ横売券若干のマイナスといった感じです。為替ドレ円ンが128円の35銭。で、原油が今日も少しだけ ががっってていいるるのかなで金は少し下がっているという感じですビックス指数まだ警戒水域で30以上になっております今日10年金利少し上がりまして2.8%台に乗せておりますえ小型株ソックス指数も小幅に下げてるということですからあれだけ下げた翌日なのにというねもう本当にそんな悲痛の叫びが聞こえてきそうかなと思います暗号資産に関しましては反発してますのでそこまでリスクオフムードが強いというわけではないですがどうでしょうかでは見ていきましょう暴落翌日なのにナスダックは安値更新ビックス指数から見ると市場の関心は ここということで話をさせてください。ちょっと朝のね日経新聞がまだ確認取れなかったので、23時頃の日経新聞です。この時間帯ではダウ反発してました。高決算発表銘柄が上昇を牽引しているということです。で、ビザであるとかマイクロソフトが高かったっていう話がありますよね。マイクロソフトの冷やしチャートを見ておくと、一目均衡表における雲をね超えることができなかったってことがよくわかるかと思います。で、上ヒゲがかなり長いということを考えますと、ちょっと引けにかけては頼りないようなそんな動きだったのかなというふうに思いますね。 そして、決算発表で言えば大きいところ Google を運営するアルファベットですねでこちらは3.67%の下落になっていて時間外に比べるとね、えー、ちょっと下げ幅は縮小はしたもののこれ、週足チャートで出しております週足チャートにおける一目金衡表の雲を割り込んでいるということですごく下げ幅が大きいんだな結構下落してきちゃったんだなというところはぜひぜひ押さえておいていただきたいなと思いますただしですね今日の引け後に決算発表したメタ元 Facebook ですねこちらを決算発表後に この時間外の株価が大きく上昇をしております。なので、この影響というのはどれくらい出てくるのかというのはしっかりと見極めておきましょう。ただし、まあ、去年から見てですね、かなりメーターは下がってますから、影響度もね、それだけ下がっているというところも合わせてご確認いただければと思います。で、昨日のアメリカの動きなんですけども、こういった決算発表の動きっていうのがね、結構まちまちなんですよね。上がってる銘柄もあれば、下がってる銘柄もあり、結果としてほぼ横ばい圏で終わっているということです。ただ、昨日の動きに関しましてはこんな感じ。日中の動きで、ダウ、ナスダック、S&P、P、それぞれで 同じ時間帯から一斉に下げ始めてるんですよね。それまでの時間帯というのは結構反発している時間帯が長かったちょっと一部、ね、怪しい時間帯もありましたけども3時45分時点から急に全体的にこう下がっているということが分かるかと思いますでこれ何かなというふうに思って見てみるとビッ x 指数なのかなというふうには感じてるんですねそもそもビッ x 指数とは何かということなんですけども近い将来暴落が予想されるときに数値が跳ね上がる だから、恐怖指数なんて呼ばれてます。これが S&P のオプションの取引のボラティリティから算出される指数。ボラティリティというのは変動率ですから、変動が高まった時に S&P、あの、ビックス指数が上がる。ビックス指数が上がって変動が高まるっていう時には結構株価が下がることが多いので、まあ逆相関して恐怖指数なんて言われたりはしております。で、通常10から20の間が、まあ通常水準であり、20を超えると警戒域なんですけども、現状31ですから、やっぱすごい警戒度が高いんだっていうとこね、ぜひ押さえておいて いいたただきたいですねでそしてこの赤い線が30なんですけどね30に触れると跳ね上がる30に触れると跳ね上がるみたいなことが起こり昨日もですね30触れた後に株価がぐんと下がる、えー、3時45分ぐらいからビックスが上がってまた株価がぐんと下がるみたいなことが起こってるのでやっぱ警戒度は高いんだろうなーなんていうふうに思うわけですねで警戒度が高いって一体何を警戒されてるのかっていうともちろん金融政策や 決算といった内容かなと思います。本当に重要企業、日本企業、今日もね、新エン科学、アドバンテスト、M3、キエンスとか、こういったところ動いてきますので注目だと思いますし、まあ、個人的には28日、メルカリの決算が出てきますからね、メルカリがどう動くのか、あんだけ下げた後にどう動くのかとかはね、えー、個人的には注目しております。ビクス指数はこれを見てるわけではないと思うんですが、ビクス指数見てるのはこっちですよね。アマゾン、アップルとかね、こういったところが決算発表してきてどうやって動くのかっていうのはやっぱ警戒が高まってるということです。あとは、ね、やっぱり金利水準等も考えて、 金融政策ですよね。日銀の金融政策決定会合が今日、ね、黒田総裁の会見が引け後にありますので、まあ、どういう風になるのか注目ですし、あとはアメリカで言えば5月34に FOMC があり、FOMC では0.5%の利上げは織り込まれてますが、もしかしたら0.75とか言われてますし、インフレ水準もものすごい高いわけですから、その辺は警戒が必要なのかなというふうに思います。で、このビックス指数が30を超えている状態、現状の31っていうのを超えている状態が結構やっぱ少ないんだよってことをぜひおさらい。 いいてくださいでこれは2018年頃から撮ってますけども、30を超えたタイミングというのはビックスショック、ビックスショック、2回ぐらいね大きな急落がありましたけども、まあ、そういったタイミングであるとか、あとはコロナショックぐらい、でこの辺はちょっとねそのコロナショックを引きずってコロナが常にあったりとか、この辺でウクライナショックがあったりとか、いろいろあったので、30を超えてる時はたまってありますけども、やっぱりよっぽどのことがない限りは30を超えることはなかなかないんだっていうところねぜひぜひ抑えておいてください。でそのビックスショックと似てるとするならば、すごくよく似てるんですよ。この時 したり あとは BS の縮小 QT をしたりとかしてました。で、それが異常をきたし、ビックスショックを招いたということですので、これはちょっと一つ参考になるのかなと思って、下落率を計算してみました。2018年1月11.4%。2018年12月頃で下落したのは20.18%ですね。まあ、最悪これぐらいは、金融政策、ビックス指数、ビックスショック的なことが起これば下落する可能性があるということですね。現状は14.61% 14. ですから、もし安値を割ってしまったらまずい というこさえておいいくださいでこちら、ビッグスショックじゃなくてコロナショックですね、38.34%、まあ、これぐらい下がる可能性ってものはもちろんあると思いますので、えその金利水準以外にもですね外部要因が何か重なってくれば、そしてその時を超える何かがあれば、今、インフレ率はこの時をはるかに超えてますけども、まあ、下落率がもっと高くなる可能性もあるんだということはね、ねぜひぜひ抑えておいていただきたいかなと思います。はい、であとは長期金利の推移 とビックスショックと比べてみたんですけどもこれがビックスショック第一弾ですねちょっと株価が怪しいぞとなった時の水準というのが2.9%ぐらいでちょうど今2.9%ぐらいまで達したところでまた株価が怪しくなってきてるのでまあこの辺はきっと意識されてるのかもしれないなというふうに思いますねそして2018年12月頃株価が本格的に一回崩れたなと思ったところが3.24%ぐらいなんですねもしも今回利上げ幅が大きくなって長期金利が上昇してこれぐらいの水準まで一気に跳ね上がるようなことがあると 株価的にはは、ね、相当混乱するる可能性があるよねというところはぜひぜひ押さえ、ていいいいたただきたいかなと思います、えー、加えてですね、サンド P500 の週足の一目均衡表ですけども、まあ、安値を割れたらね、えー、本当に警戒を高めなければいけないというふうに今お話をしたんですが、安値割れっていうのはほぼイコールで、週足の一目均衡表の雲を割れることを指しています。一目均衡表の雲というのは抵抗体、逆に言えばサポート、重要なサポートになるので、で、雲の上にいるか下にいるか、んで、ねえー、後転、逆転と分かれてますから、 ここは非常に注目だというところをぜひぜひ押さえていていただければと思います。ということで2の動画のまとめです。アメリカ決算反応がまちまち、厳しめな反応の方が多いのかな。ちょっと渋めな反応が多いですよね。マイクロソフトも上髭があったりしました。3時45分以降に株価が一斉に急落しております。一体何が起こったのということではありますが、目立ったニュースがあるとは思ってはいないんですけども、ビックス指数が30を割ると上昇。それだけ今、リスクを意識されてるんだろうなっていうね。で、似ている状況がビックスショックだったので、いろいろ調べてみたよって感じです。20以上で警戒の高い 水域で、今は要警戒水準なんだだってていいいうのをぜひ押さえておいてくださいで過去のビックスショック見ると、金利水準で見ると2.9%とか3.25%。この辺でちょっとこう株価がクラッシュしてしまったっていうかね、おかしくなってしまったので、まあその辺がね、ちょっと水準ポイントだよと。で、実際2.9%ぐらいでちょっとおかしくなってますよね。なんで警戒をしておきましょうということです。で、やっぱ決算発表と FOMC 控えてますから、それは警戒度が高いな。当たり前だよね、というところです。ただ FOMC なんかはね、本当に読めないところがあるので、それによって金利がどれぐらいになるのかはぜひ注目 をしてくくださいあととは前回と全く違うのがインフレ水準ですよねここはもう本当に全然違うのでやっぱ不透明要因は多いんだっていうところでそれ以外にも中国やウクライナリスクなんかもありますので、えー、ぜひぜひ警戒は高めておいてください。 では、週足の一目均衡表プラスマック d を使ってテクニカル分析を行っていきましょう。では、指数見ていきましょう。まずは、日経平均株価、週足の一目均衡表なんですけども、雲の下にいる、そして転換線をも割り込んでるっていうのはね、ちょっとネガティブですよね。そして、週足のマック d ですけども、これはデッドクロスが起こってるんですね。やはりまあ下にずれてしまう可能性があるっていうのはね、えー、ぜひ押さえておいていただければと思います。トピックスですね。トピックスは今週で雲割れちゃってるんですね。日経平均に比べて比較的強い状態が続いていた、えー、このトピックスですけども、残念ながら今、雲 割れてていマザーズに関しましては、もういいとこなしではありますが、今のところ週足ベースで見ると、まだ陽線は保ってるということですね。なので、まあ、メルカリの決算を超えてどう動くのか、来週以降も注目をしていきましょう。ニューヨークダウです。ニューヨークダウはまだ雲の中にいるんですね。えですが、地高スパン割れてますし、マックリーも下向きなので、割れる可能性は非常に高いというふうに考えておきましょう。それとほぼ同水準、より雲の加減に近いのが S&P500 ですね。地高スパン割れ、あとはマックデ下向き。 割れてしまったら安値もおそらく割れてくる可能性が高いので警戒は高めておいてください一方ナスダックとラッセル2000は完全にこれ雲割れちゃってるんですよねちょっとどこまで行くのかわからないというのが最近伝えている内容でございますので引き続きこの2つの指数ちょっと先行性がありますからねえ注意をしてみていただければと思います では今日の動画のまとめです。日本株下落、アメリカよりも底堅がたり、ただ、米株まちまちな、なさく年初来安値を更新してしまった暴落後なのに、ということでございました。で、決算反応がまちまちで、まあ、それぞれ要確認していただきたいなというふうに思うのと、あとビックスシーズが今現状30以上なんですよね。えー、これを割ってくると跳ね上がって株価が下がるみたいなことが続いているので、警戒度は今ね、やっぱ高いんだと。で、注目はやっぱり金融政策や決算だということだったんですけども、金融政策において2.9%長期金利が超えてきたりとか、あとは3ント。 とその辺を超えてくるとですね、えー、まずいぞと。あとは S&P500 が安値、直近安値を割れてきたらですね、えー、もしかしたら20%程度は下がる可能性が高いのかなと。前回のビ i クスショックから見るとですね。で、それプラス、他の要因、例えばインフレが高いとか、えー、ロシア・ウクライナ情勢が悪化するとか、えー、そういったところも踏まえてくると、もっと下がる可能性もありますので、そこは警戒を高めておいてくださいということでした。で、トピックスで、週足一目均衡表の雲を割れているので、 経過ってなんだろうね。え、ね、要は経過意をねて、えー、言いたかったんだと思います。で、ナスタックやラッセルの推移にも注目ということで、これもう割れちゃってるんですよね。なんでもどこまで下がるかわからないという状況ですので、ここは注意をしてみていただければと思います。よろしくお願いします。はい、今日もお知らせを入れさせてください。4月30日発売予定の本になっております。エクセル株投資の本なんですけども、昨日ツイッターを見ていたらですね、もう品川の駅構内の本屋さんには並んでいたらしいですから、もし見かけた場合にはですね、ハッシュタグエクセル株投資などで、ぜひぜひ投稿していただければ、 嬉しいなというふうに思っております。僕もちょっと本屋さん歩き回ってみたいなと思っております。で、本屋さんのね、書店購入キャンペーンというのを行っております。通常特典に加えまして、 最新式法のエクセルがダウンロードできますよという特典を用意し、このキャプテン、え、キャンペーンに関しましては、書店で購入する、もしくは良い本のサイト、ね、本屋さんの売り上げに貢献できるサイトで購入したりとか、Amazon での事前予約も対象になりますので、もしよろしければこちらの記事読んでおいていただければなというふうに思います。よろしくお願いします。ということで今日はこんな感じで終わっていきましょう。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタン、また明日以降もテクニカル分析を行っていきますので、え、ぜひ、聞いていただける方はチャンネル登録お待ちしております。ではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。さよな。